ザフト軍のパナマ基地侵攻により地球連合軍はその主力部隊とマスドライバーを失った。そのためオーブが所有するマスドライバー施設カグヤを手に入れようと大西洋連邦は並ならぬ圧力で協力要請を強いてきた。だがオーブのアスハ代表はそれを全面拒否。そのことからオーブをザフト支援国とみなした地球連合軍は新型モビルスーツ3機を率いて総攻撃を仕掛けてきた。くそ、なんだって俺がナチュラルの。アークエンジェルの捕虜となっていたディアッカは戦闘前に釈放されていたが、劣勢であるアークエンジェルの戦況にその心は突き動かされ、気づくとバスターへと足を向かわせていた。どうして？なんで戻ってきたのよ。自分でもよくわかんねえけど、いても立ってもいられなかったんだよ。俺もバスターで出る。お前たちと一緒に戦うぜ。分かった。見ての通りの戦況よ。太平洋連邦がオーブに侵攻してきたの。それってお前らと同じナチュラルだろ。そうだ。でも決めたの。ここから先は自分たちの信じるべき道を進もうって。信じるべき道。そう。バスターはアークエンジェルとフリーダムの援護をお願いします。ああ了解。出撃します。よろしいですか。ディアッカ・エルスマン出るよ。落とさせやしない。僕が守るんだ。落とさせやしない。僕が守るんだ。そこやって強すぎる。遅い。ここまでか。当たるかよ。遅い。強すぎる。だな、おい。そこ！気持ちだけで一体何が守れるって言うんだ。気持ちだけで一体何が守れるって言うんだ。強すぎる。ダメでしょ。僕の相手もしてくれなきゃ。何必死パワーに。気持ちだけで一体何が守れるって言うんだ。パワーに気をつけて。ここまでか。この後ディアッカはキラ
及びマリューラの考えに賛同し、自分の戦うべき存在はナチュラルではなく戦争そのものだという結論に達した。一度地球軍に味方しちまった俺はもうプラントに戻ることはできない。それに自分が信じるべき道とやらを見つけちまった気がするんだ。背を向けてしまった祖国や戦友であったイザークの存在を気にしながら、後に迫る最終決戦まで地球軍と共に行動することとなる。すごい、叶わないよ。